池間哲郎でございます。年齢65歳、現役のカメラマン頑張っております。今日は皆さんにどんな話をするかというと、私自身がカメラマンでよかった、この職業、この技術、この機械、カメラ、ビデオ、こういうものに心から感謝している。そして見てくれる方々、あるいは撮らせてもらった方々、写真を撮ったその人、みんなに感謝している。そんな話をさせていただきます。とにかくいろんなところを回ってきました。アジアを中心として、もう途上国の大変な場所、あるいは南洋諸島のパラオ、その辺もしっかりと見てきたんで、ゴミ捨て場の中で生きてる子供たちもいた。マイナス40度の世界、寒さから逃れるためです。温水の通るマンホールの中で生きてる子供たちもいた。しかしその中で素晴らしい子供たちもいっぱいいたんです。親のために働くのはとにかく働きます。家族を大事にして、親を尊敬して、懸命になって仕事をしてるんです。車を洗ったり、あるいは靴を磨いたり、物を売ったり、そういう感じでなんとか生きてるんです。そしてほとんどの子供がその稼いだお金を親に渡してるんです。もちろん自分が生きていくためでもあるけども、まずは家族を大事にしよう、そんな子供たちが多かった。そしてゴミの中では、お兄ちゃんお姉ちゃんが働くの、長女長男、こういう兄ちゃん姉ちゃんが一生懸命朝から晩まで働いて、なんと15時間仕事をする子もいた。そんな子供たちがなぜここまで働くか、お父さんお母さんのためでもある、でも弟や妹のためっていうのも多かったんだ。やっぱりそういう姿を見ると、もうとても感動いたしました。そんな子供たちに出会ったのも、それはカメラマンだからなんです。カメラを持って至る所に入っていった。悲しみもありましたよ、苦しみもいっぱいあった。でもそれ以上に喜びの方がたくさんあったんです。そこに出会えたのは、やはり私のカメラマンという職業なんです。映像によって多くの人に伝えることができたんです。写真展も2000件以上やってきました。学校でお話をします。すると感動した子どもたちが、もっとちゃんと見たい、だから写真を貸してくださいという話が多かったの。だからそれをパネルにして、もう30セットぐらい作って、いろんな学校でも毎日のように展示会をしたんです。そしてもちろん公民館、あるいは銀行の中でやったこともある、駅でやったこともある。どんなに辛くて大変な状況であっても懸命に生きる姿、これを一番としたの。その姿いっぱい伝わってきました。多くの日本の子供たち、そして大人たちに感銘を与えたんです。本もいっぱい書いた。同じ日本人に日本の素晴らしさを知ってほしい。皆さん、講演もう4000回近くやった。4000回ですよ。 60% 程度は企業団体、あるいは行政、大人の皆さん、の子供たち、小中高、至る所全国の学校でお話を続けてきたんです。講演をしてきたの。1500個を超えてます。半端じゃないですよ。すると皆さん、特に中高生がバッて変わるんです。うわー、自分たちがいかに恵まれてるか、あのアジアの子供たちは素晴らしい、なんとか自分たちも一生懸命生きていかなければ、親に感謝する、食べ物を粗末にした、こんなことがうっと続くんです。カメラマンだからこそ伝えることができた。そしてその結果何が起きたか、学校100校以上作ってきました。109校です。井戸、立派な井戸、これが1000基を超えたんです。ハンセン病施設守り続けてます。 HIV、 親のために売られていった娘たちの施設ですが、ずっと守ってます。個人頑張ってやってるんです。幼稚園もいっぱいやってます。教育にも力を入れてる。女こんなでもあらゆる支援活動、もう地雷被害者の方々の義足を作ったり、あるいはケアしたり、120以上の継続支援事業をずっと続けてるんです。これカメラマンだからできたの。そして最も大きなものは何か、私たちを支えてくれた日本の皆さんなんです。いろんな方々が、なんと5000名近くの人々が、池間さんがやってる運動はすごい、だから応援しますと言って、毎月1000円とか2000円をずっとずっと応援してくれるんです。だからできるんです。これ全てカメラの力でもある、映像の力、音声の力でもあるんです。
私の力だけじゃない、カメラの力を借りたんで、そして皆さんの絶大なる力をお借りしたんで、そして何十万という人々を支えることができるようになったんで、皆さんに心から感謝いたします。これからもどんどんアジアの状況、あるいはパラオの状況、そして日本の情勢、世界との関係、こういうことをずっとお伝えさせていただきます。楽しみにしてくださいね。カメラマンで私は良かった、次生まれる時もまたカメラマンになりたいと思ってます。カメラマン池間哲郎でございます。ありがとうございました。